長崎バス流営業所。長崎バス柳営業所は、長崎県長崎市小が倉町3丁目76番48号、流布島内にある、長崎自動車の営業所である。主に、高野木町、長崎半島方面の路線を担当する。2006年、平成18年8月限りで廃止された森町営業所と稲沢市営業所の運行路線を再編し、 同年9月にダイヤランド営業所と合わせて、長崎市南部地区の拠点として開設された。リューフ島の工業団地内にあり、バス路線の経路である国道499号線がすぐ近くを通っている。営業所の建屋は、車庫兼用で、地上を2階と屋上の立体駐車場構造に事務所を併設している。長崎バスの営業所の中ではやや規模が大きい事業所である。 営業所のすぐ近くに柳営業所入り口のバス停が設置されているが、ここを始発、終点とする便は少ない事実上の最寄りバス停は柳バス停。ほとんどの路線は、ここウォーク森町のバスターミナルを始発とし、長崎市南部の各地区を終点とする。系統番号は、長崎駅前駅が7番ここウォーク森町以下、本校では、 ここウォーク森町を森町と略長崎新地ターミナルを新地ターミナルと略行きが100番長崎半島深堀高谷に河原川島方面が30番日本松口ダイヤランド経由流営業所域は40番である2006年9月1日のダイヤ改正の際に新設された系統である日中は毎時1本程度運行されるが 日中以外は運行されない。本系統は、森町発日本松口経由ダイヤランド線と運行区間がほとんど重複してり、経由番号もダイヤランド線と同一の40番が用いられている。磯道町バス停では、森町行きが南柳田方面側に停車し、流営業者入口行きは森町行き側に停車する。長崎市中心部と南部の岡倉を結ぶ路線。 大橋営業所の前身である、岡倉営業所時代から運行されていた路線で、2006年、平成18年の柳営業所開設時に、大橋営業所から移管され、始発が森町に変更された。大橋営業所時代は、下大橋始発となっていたが、竜営業所移管後は、森町始発となっている。日中は、岡倉発着便が1時間1本程度運行され、 岡倉団地経由、京州団地線と合わせて1時間2本程度の便が岡倉と中心部を結んでいる。京州団地発着便が全便大鳩経由であるのに対し、岡倉発着便はほとんどが市役所経由で運行されている。大鳩経由、森町行きは出島表門橋経由として運行される。長崎市中心部と長崎半島西部の深堀、高野木地区を結ぶ路線。 戸町以南から深堀周辺まではかつて野茂自動車という会社が運行していたが、1942年昭和17年に同社を長崎バスが買収し、以後長崎バスが運行を行っている。1968年昭和43年に深堀と高野義の間が埋め立てられて陸続きとなり、1967年昭和42年により、 県が運行していた長崎外交の無料バスに変わる形で、1971年、昭和46年10月1日より、長崎バスが、高野木町南部の高野木本村行きの運行を開始した。1995年、平成7年4月6日から高野木エリまでの路線が開通。伊王島大橋の開通に伴い2011年、 平成23年4月6日より一部を伊王島まで延長した。竜営業所が担当する系統の中では本数が多い方で平日の日中は10分間隔で運行している。末石町経由と各洋高校前経由が約半数ずつ走っている。半数以上が深堀町の住宅街の切れ目となる深堀停留所、または手前の深堀団地内泊まりで。 高谷義襟まで運行する便は1時間に2本程度である。深堀団地経由深堀行きは右側の経由地一覧ではなく左側の行き先の上に深堀団地経由が協調表記される。高谷地区では一旦北上し三菱重工の工場手前にある長浜バス停で折り返してから町市内や高谷町南部へと向かう。高谷エリは正式にはエリバス停という また、朝には、各用高校泊まりの便が運行され、夜の最終便は、日本松口、ダイヤランド、各用高校前経由で運行される。大鳩経由、森町行きは、出島表門橋経由として運行される。海水浴シーズンには通常は、高野木襟泊まりや、伊王島ターミナル泊まりとなっている便の一部が、伊王島海水浴場、触れ合い広場駐車場前まで延長運行される。 1972年、昭和47年より運行を開始した路線。高野木北部にある三菱重工の造船所への通勤路線であり、朝と夕方の通勤時間帯のみ運行される。造船所の営業形態に合わせて運行され、造船所休業日には運休される。なお、長浜を過ぎた後は、高野木工場のゲートを通って関係者のみ立ち入り、可能な工場敷地内に乗り入れ、 敷地内に設置されたバス停で乗客を取り扱う。1958年昭和33年より運行開始。1981年昭和56年より団地内へ乗り入れ開始。日中は約30分間隔で運行。戸町経由は岡倉団地を、日本松口経由は朝を除き鶴見台団地内を経由する。また、 早朝の二便のみ終点が、京止工業団地に延長される。ただし、袋はない。大鳩経由、森町行きは、出島表門橋経由として運行される。春見台団地線平山帯団地線1982年、昭和57年により、春見台団地行きの運行が開始。現在は、平山台団地行きと合わせて運行されており、平山台行きの一部は、 平山台の奥にある晴見台、晴見台、高部との隣接地区を終点としてる。日中は両系統とも1時間に2本程度とやや少なめ。昼間はダイヤランドを経由するものが多い。大鳩経由、森町行きは出島表門橋経由として運行される。1948年、昭和23年4月26日より運行している古い路線。 その後1977年、昭和52年頃から延長が始まり1984年、昭和59年に、三崎木場まで運行されるようになる。野茂崎半島南部の境上交差点から、東の県道へ入り、長崎半島南端部の東側を通って、三崎木場までを結ぶ。大半が、川原公園前発着で、行き先表示には、河原と表示される。それ、 家へ向かう者は少ない。特に、木場公民館引く三崎木場館は1日に往復のみの運行である。日中は約40分間隔で運行される。森町行きは出島表門橋経由として運行される。早々期より運行されていた路線の一つ。かつては脇三崎までの運行であったが、川島大橋の開通に伴い1986年、昭和61年により、 島内への乗り入れを開始した。野間崎半島南部を西回りで通り、野間崎半島南端と橋で結ばれた、河島、西岸の三崎木場などと長崎市中心部を結ぶ。日中は約30分間隔で運行。大半が河島発着便となっており、三崎木場発着のものは少ない。基本的に戸町経由で運行され、一日に数本のみ、日本松口を経由する。 朝には、三菱造船工や技工場通勤用の高野技方面行きや、各用高校前行き、かやき小学校前発森町行きなども運行される。森町行きは、出島表門橋経由として運行される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。